空剣島っていうなんてことない島の、ラーゼンボーデンっていうなんてことない村。そこで暮らしていたなんてことない私は、ひょんなことから冒険をした。誰も経験したことのないような、誰も知らない私たちだけの大冒険も。今でもあの大冒険を知る人はほとんどいない。始まりも終わりも何も知ることなく、みんな毎日変わらず暮らしている。私は今でも時々思い出す、あの時の仲間たちと過ごした日々。そして眩しいくらいに輝いていたあの奇跡のように貴重で得難いひと夏の日々のことを。あれから3年、なんてことない日々の生活の中に戻った私に、新たなひと夏の日々が訪れようとしていた。私でしか知らなかった大陸に着いた。海を越えて、島とはなんか空気が違うな。同じ海の近くなのに、やっぱり湖とちゃんとした海とではいろいろ違うんだろうな。誘われたとはいえ、勢いに任せてきちゃって大丈夫かな。モリッツさんからの依頼も、何か手がかりが見つかればいいんだけど。行き詰まってるな。もう少し錬金術の知識とか技術があればな。みんなの前で大見え切って約束したこともそう簡単にはできそうにないし。どうしたんですか、モリッツさん。私、何かやらかしたっけ。いや、今日はそういう話ではない。実は他でもない、お前に調べてもらいたいものがあるのだ。これは？それは我がブルネン家に代々伝えられている数ある宝の一つでな。ブルネン家の先祖がいずこからか見つけ持ち帰ったものだと伝えられている。へえ、
綺麗ですね。そうだろう。私もこれはさぞや貴重で価値のある一品に違いないと睨んでいるのだが、あいにく正体がわからんのだ。同じものを見聞きした者もおらん。ただその見た目だ。私は何かの宝石ではないかと考えていてな。個人的に虹の宝玉と呼称している。なるほど、確かにそれっぽいですね。それでどうしてこれを？それがな、ここ最近の話だが、その石が光るようになったのだ。つやつやしてるから？いや、そうではない。まるで明かりのようにぼんやりと光を放つのだ。え？しかもここ数日に至ってはその光がやけに強くなってきたように感じる。ただの宝石であったうちは良かったのだがな。こういう得体の知れぬものはお前が一番詳しいだろう。調べてきてくれ。そんな急に言われても。お前の得意な錬金術とかいう技を使えばすぐにわかるのではないか？いや、錬金術ってそういうものじゃないから。とにかく頼んだぞ。ああ、それからその虹の宝玉のお扱いは丁重にな。気になるには気になるんだよね。決めた。やっぱり行こう。行くしかない。タオたちがいる王都アスラアムバートに。島より栄えてはいるけど、思ってたほど大きい町じゃないかな。王都って言っても案外大したことないのかも。なんだ、オートに行くのか？うん、ここから西の方だよね。まだ結構かかる？そうでもない。それに外から来た人向けに馬車の定期便もあったな。馬車？定期便？すごい、そんなのあるんだ。あ、いや、すまない。正確にはあっただな。あんたも間が悪いな。少し前に魔物の襲撃があってよ。今は運休しているそうだ。歩いて行くしかないか。おい、本気か？魔物の襲撃があったって言ったろ。絶対に出るとは言えねえが、女の子の一人旅は心配だな。ありがとう。でもちょっとでも早く行きたいから、なんとかなるよ、多分。そうか？まあ、そういうのか。気をつけていけよ。